あんたが五郎さん？の？あんたがあっこちゃんか？よう来てくれたな、おおきに。ひょっとして芸能人やってことバレた？え？しもた！やっぱり来ない変装しても分かる子には分かってしまうか。自分のハンサム顔が憎いわ。あー、ええってサインやったらなんぼでも書いてあるから、みんなには内緒にしといてな。うちの考えすぎか。こないアホな人が例の人なわけちゃうもんね。例の人やった？なんでもない、優しそうな人で安心したわ。うちがアッコ。ほな早速やけど、そこらで茶でも飲みながら話聞かせてもらえるか。お茶？うちお腹減ってんねんけど。そしたら飯にしようか。何食いたいん？うちお寿司食べたい。寿司か、やっぱり女子大生ともなるとええもん食うてるんやな。そらそうやん、今時女の子とデートするんなら予算5万くらいないと話にならんわ。五郎さん社会人ならそれくらい持っとるやろ。当たり前やないか、学生が見たこともないような豪勢な飯食わしとるわ。ほんまに？五郎さん分かっとるやん。よっしゃ、ほな寿司屋に行こうか。何握りやしょう？ほな1万くらいでお任せするわ。あと今日のええとこお作りにしてくれ。あ、ウニとイクラは絶対入れてな。いいよ。五郎さん飲まへんの？一応仕事中やからな、今はやめとこ。それよりアコちゃんの話聞かせてくれ。大学生にしたら随分慣れとるようやけど、この間店よう来るんか？まあね、最近は割と毎日。毎日？なんや、そないノルマ厳しいんか。ノルマ？そんなんあるはずないやん。いつでも好きな時にやれるのがこのバイトのええとこやもん。いやいや、バイトっちゅうことはつまり誰かから依頼されてやっとるわけやろ。その元締めが例の牧村はんやろ。聞いた話やと女子大生にテレクラで男捕まえさせてその稼ぎをかっさらっとるらしいやのか。は？誠さんはそんな人とちゃうし、うちらほとんど男の人にご飯とかおごってもらうだけやし、誠さんも稼ぎよこせなんて言わへんよ。あ？っちゅうことはあっこちゃん不利とかしてへんの？当たり前やん。ひょっとして五郎さん、ほんまは取材なんて嘘で初めからいやらしいことが目当てやったとか？せやったら悪いけど、なんぼおごってもろてもホテルとかついていかんで。ああちゃうって、そういうつもりとちゃうねん。ただ俺はそういう噂を耳にしたもんやったから。ほんまに？まあそれが賢明やね。うちになんかあったら無事ですまへんから。あ、それは一体どういう？はい小肌。おいしそう。ほないただきます。お代はこちらになります。ありがとうございました。またよろしくお願いします。ごちそうさま。おう、ほな行こうか。さて腹ごしらえは済んだな。そしたらさっきの話の続きを。あ、うちあそこ行きたい。今度はどこや？ゲーセン。ゲーセンって
ゲームセンターのことか。不良のたまり場やないか。まあ家で女の行きそうな場所ではあるが。最近のゲーセンはちゃうねん。かわいいぬいぐるみとかあんの。ゲームセンターにぬいぐるみ？どういうこっちゃ。行ったらわかるわ。ほら、はよ行こう。しゃあ、もう。ほな、ゲームセンターに行くか。UFO キャッチャー？なんやこれ。このボタンで中のクレーンを操作してな、ぬいぐるみを穴まで運んだらもらえるね。こんなんが1回100円やと？あほらし、どうせそう簡単には取れへんようになっとるんやろ。普通に店で買うた方がええんちゃうか。何言うてんのや。よそで売ってないからここで取らなあかんのやな。お金で何でも買える思ったら大間違いやで。っていうかお金はうちが払うから五郎さん代わりにやってや。うちこういうの苦手やねん。あ？なんで俺が。誠さんのこと聞きたいんとちゃうの。しゃあないな。ほな一応やったろやないか。ほら取れたで。これが欲しかったんやろ。めっちゃ嬉しい。五郎さんありがとう。ま、ざっとこんなもんや。あ、それで牧村はんのことなんやけど。こないなところで立ち話すんの。どこか落ち着いて話せるとこがええわ。ま、それもそうやな。おな、出ようか。ほな次はディスコや。ディスコ？あんだけ食った後でよう踊る気になるな。実はさっき電話でビップルーム予約してん。うちな一度でええからビップルームに入ってみたいって思ってて。いつの間に予約しとったんや。人の金を思って好き勝手してくれるな。文句言わんの。連れてってくれたらそこで誠さんのこと話してあげるから。ほんまか。まあそう言われたら断れんな。ほら行こうか。ほな行こうか。言うても二人で来たってしゃあないやろが。こないなとこはもっと大人数でシャンパン開けてパーッと楽しむもんやで。そんな友達おらんもん。そうなんか。そら意外やな。親と喧嘩して家出するような不良娘と仲良して止めてくれる子はめったにおらんし、おってもその子の親に追い返されるし。今のバイトで知り合うた子とかもおるけど、普段から連絡取って遊ぶような友達とちゃうし。せやからみんな仕方なく街で男捕まえてホテル泊まったりするけど、やっぱり危ないことの方が多いし。牧村誠っちゅうやつはそないな行き場のない子が夜の街で妙なやつに悪さされんように仕切ってるっちゅうことか。せやけど中には危ない客もおるやろが。せやからそのような人に会った時はすぐに誠さんのポケベルに連絡入れんねん。そしたらすぐに飛んできてくれはるから。あ、そういえばさっきもそないなことを言うとったな。牧村っちゅんはそない喧嘩が強いんか。強いなんてもんやないって。筋肉もりもりで背もめっちゃ高いし、大抵の人はカッコ見ただけで謝って逃げるわ。ほう、そらごっついの。うち踊ってくる。なんや、ビップルームはもうええんか。ディスコに来たらやっぱり踊らな損やろ。うちお酒飲めへんし。そういうとこはまだまだやな。ちょっと話
やっと見つけたで。自分の出入りしそうなとこ片っ端から張ってたらいつか会えると思ってたわ。何？うちに一体何の用や？とぼけても無駄やで。この前の礼させてもらおう思てな。俺に散々怒らせた挙句、そろそろホテルに行く頃やっちゅう時にごっつい男呼んで俺をボコボコにしてくれたやんな。あんたが悪いんやろ。うち見たんやで、あんたが飲み物に睡眠薬混ぜてたの。そんな男についていくはずないやん。なんや、今日はこの前の男はおらんのか？おらんのやったら呼んでもかまへんで。そん代わりこっちも人連れてきとるからな。あんた最低やな。なんとでもいい。待ちや。ああ、なんやわれ。自分もこの天のお守りなんか。何勘違いしとる。俺はそない女のことなんて全然知らへんで。ただお前らが邪魔やから言うとるんや。なんやと？ディスコ言うたら踊る場所やろ。女ナンパしたいんやったらドンスでええとこ見せたらええやないか。今から俺が手本見せてやるさかい。そこどいて場所開けや。アホ抜かすのも大概にしとけや、このボケ。そない踊りたいんやったら踊らせたるわ。ただし俺らのサンドバッグとしてな。おう、表出ろや。五郎さんすごい、めっちゃイカス。ま、ざっとこんなもんや。せやけど男を出しにして金稼ぐのほどほどにしときや。今たまたま俺がおったけど、いつでも例の牧村藩を呼べるとは限らんやろ。言うても誠さんいつもすぐ近くにおるからな。読んだらほんますぐ来てくれんねんで。そうなの？誠さんな、普段整体師やってはるの。小福町南にあるほぐし会館ってお店。ほんまか？そしたらそこ行ったら本人に会えるやろか。多分な。あこちゃん、今日は大きにな。ほんまに助かったわ。ほな、こっから先は本人に取材してみるわ。あ、うちが言うたってことを内緒にしてな。五郎さんええ人やから特別に教えたけど、ほんまは誠さんのこと内緒なんやから。分かってる分かってる。せやけどほんま信頼しとるのかな、牧村さん。そらそうやん。あの人おらんかったらうちも今頃どうなってたか分からへん。そら、さすがに褒めすぎとちゃうか。女に優しゅうするのも案外下心あってのことかもしれへんやないか。そんなん絶対ないって。蒼天堀には誠さんに救われたって子めっちゃ多いんやから。男に騙されてひどい目合わされて自殺寸前のところを救ってもらったって子もおったし、うちらにとってほんま神様みたいな人やねん。あないええ人疑ったらバチ当たるわ。ふん。あ、でもただ一つだけ誠さんから頼まれてることがあるの。頼まれてること？うん。もしお客さんの中でコウモリの入れ墨をした男の人を見たらすぐに教えてくれって。コウモリの入れ墨をした男、誰なんですか？うちも詳しくは知らへんけど、誠さんずっとその人を探してるみたい。誠さんから何か頼まれることなんてそれくらいしかないから、バイトしてる子はみんな協力して探してるんやわ。なるほどな。それで最初俺が入れ墨しとる言うたら食いついてきたんか。そういうこと。女を使って男を探してるのか。あ、あかん。そろそろ次の人と待ち合わせの時間や。次やと？まだ遊ぶんか。
うちはこれで。バイバイ。たまにはうちに帰れや。